tudo bem? Harumi です。今日は2つの単語を紹介します。じ、それからあて。じっていうのはでとも読みますが、これどっちを使うかっていうのは、すたき、なまりもありますが、文脈にもよります。だから私たちカリオカがじっていう時もあれば、でっていう時もあるし、なんか文によって多分発音のしやすさとか、耳に慣れてる感とかもあるんだと思うんですけど、明確な答えはなくて、こういう文章だったら G かな、この場合は D かなみたいな、ちょっと曖昧なんです。ルールがはっきりと決まってるわけではありません。で、意味はっていうと、何々から、英語の from ですね、何々から。例えば私は日本から来ました。 I'm from Japan だと Eu sou do Japão。どうになるのは定冠詞の O がついてるからなんですけど、日本から来ました、 Eu sou do Japão です。で、あての方は何々まで、何々までです。で、この何々からと何々まで、どういうシチュエーションで使えるかというと、今言った、日本から来ましたみたいな場所を指すとき、どこからどこまで行くっていう場合とか、それから時間ですよね、何時から何時まで、こういうシチュエーションでよく使われます。例えば、今日は3時から5時まで勉強します。 Eu vou estudar das 3 horas até 5 horas。 Eu vou estudar das 3 horas até 5 horas。こんな感じで使ったりとか、場所だと Eu vou de casa até o banco。 Eu vou de casa até o banco。 家から学校まで行きます。学校？バンク、銀行か。 Eu vou de casa até o banco とか、何々から何々まで、月曜日から金曜日まで働きます。 Eu vou trabalhar de segunda até 金曜日、sexta、 sexta-feira。De segunda até sexta か。até の代わりに、あ、何々へっていう意味のあ、英語の to ですね、にあたる他のあっていう言葉も使います。De segunda a sexta みたいな感じで置き換えられる言葉もありますが、今日はとりあえず G、até、これとても useful、 英語だった宇宙、有効、便利なので覚えましょう。じ、あて、OK ですか。まあそんなところですかね。今日私は Eu vou trabalhar das 2:30 até 3:30。今日2時半から3時半まで私は働きます。じゃあそんな感じですね。 Alright、 じゃあね、チャオチャオ、ベージュ。